私のデイリースターニュースへの芸能界でイベントはあると、ちゃって、ルジョようこそ。AKB48 柏木ゆき、やめときを見失っているの指摘にどうするのが正解なのか、と悩みをとろ。毎週日曜正午より生放送しているアビーマへの報道情報番組、アビーママとニュースショー。4月17日日曜日の放送では、アイドルグループ AKB48 の柏木ゆきが番組に初登場した。 AKB グループ発の30代メンバーとなった柏木について、元、週刊スパ、副編集長の田辺賢治は、15年間 AKB48 に在籍している最古3メンバーなので、AKB48 を普通に卒業できないのではいわば、アイドルのやめときを見失っている状態、と分析。柏木は、今はやめときを見極めている状態。正直、幕引きの仕方を、どうしようと悩んでいる。 いつ辞めるのが正解で、何をして卒業したら、アイドル15年間頑張ったね、と思ってもらえるのか。でも、今のところは辞める予定はなくて、できる限り続けたいと思ってます。と、今中を明かした。柏木の本音を受けて、番組マックを務めるお笑い芸人の千原ジュニアは、ここまで来たら、40歳、50歳になってもアイドルをやり続けるのもありなんじゃないと提案すると柏木は本当ですか。疑問符 確かに、30歳の A、K、B もこれまで一人もいなかったので、やり続けることもありですね、と、宣言ジュニアの提案に目を丸くしながらも、考え込む様子を見せた。また、飾らない姿を公開し、話題を集めている柏木の YouTube チャンネルに対し、宣言ジュニアは、アイドルでバリバリやりながらも、ざっくばらんに語ってくれるのが人気の秘訣なんだろうね、と評価すると、柏木は、でも、賛否両論あります。 アイドルならもっとアイドルに徹した方が良いという声もあるし難しい。と葛藤を告白。ノーメイク姿を公開した動画では460万回を超える再生数を記録したことについては、スっピン姿はずっと出さないように生きてきたけど、メイク動画を出すときにスピンから化粧を始めないと説得力がないので仕方なく始めた。スっピン動画を公開すると再生回数が何百万回と伸びますね、と語った。